どうもこたろです。さあ本日ね七色ダムにやってきたわけですけれどもですね、もうあれよ、本流激濁り、台風がね過ぎ去ってちょうどこれはまあ2日後ぐらいになるんかな。もうめちゃくちゃ茶色の、もう初めて僕見た、こんなに濁ってる七色、もう野池より汚いぐらいの七色で、本当に土茶濁りで、だからまあちょっとね、西の川に入って。まあ、上流から水が進んでくるっていう感じのイメージで、まあ、やっぱりこうね途中から少しずつクリアになってきてるんで、まあ、西の川を朝一やっていきたいと思います。じゃあ本日激濁り七色編どうなるんでしょうか。じゃあ本日も浮いてみよう。はい、朝一ねインレット周りをとりあえずダブルスイッチのプロトでやっていきたいと思います。ちょっと横に寄らせてみた。いや、ほんと初めてのこの条件やからさ、どんな感じか全然想像つかないよな。流れておりますよな、めっちゃ。これ普段と違う感じ好きやな、なんか。115でいきましょう。あとこれ見て、超ショートロッド、もうスーパーショートロッドをね作りたいなってなって、この前作ったのが52なんですけど、これは48です。結構短い。前のやつでもさ結構十分短かったんやけど、これやったら見て、簡単に穂先からのも取れるっていう。で、あとはまあまだ実戦で投げてないから一回投げてみようかと。これやっぱその僕が結構大事にしてるのは、上がってきて投げる数頭が、まあ前も言ったかもわからないですけど、結構一番大事で、数頭過ぎると体がやっぱ馴染んでくるんで、この竿に。その前にこうちょっとね、試していきたいと思います。じゃあ実際投げてみます。気持ちよく、癖がなく気持ちよく飛んでくね。52のアレグロにはない感覚よね、これ。また全然違うな、竿的に。すごく、なんて言ったらマイルドな投げ心地というか。だからキングジムダンディとかにはちょっと向いてないロッドやと思います。あんま重すぎると、まあ正直そのロッドってどんだけ重くても投げれるわけじゃなくて、ある程度一定のライン超えるとやっぱり負荷かかりすぎて破損したりとか、まあ、折れたりする原因って結構そういうとにあって、思いもよらぬこう力がここ瞬間的にかかってしまうとか、そういう部分もあって、だから結構その何でもかんでもこうパワーでいけるっていうもんでもなくて、ちゃんとこうルアーのウェイトを乗せてこう投げると、こういう感じでね、そういう風にね、やっぱり。このペンシルバーいいね。ほい、トワークでいきましょう。これがさ、だからハングの下でも振りかぶれるよね、48やと。こうやって、普通に。低いハンガーやと無理やけど、それがええっちゃいよね。こんだけ流れてるとダブルスしちゃったことないかな。難しいと思うな。
もしくはジェルイミのブルルルってきてやるから。意外と飛ぶんこれ。めっちゃ飛ぶな。ジェルミノで行こう。こういう毛のあるやつはおらんのかな。出た。見た？今出た、見た。はい、ダブルスイッシャーでやっていきましょう。プロとね。あー今も持って欲しかったな。はい、微弱できます。やったやった。おい。いい？こちら出た。よっしゃ、バスが出た。いやい。岸際一頭でバスが出ました。おお。うわ綺麗。おい。あ、バレた。くっさー。辛いけど出たね。出ましたね。うわー、くそー、悔しい。いや、まあまあまあ始まったばっかりから、今日は今からよ。うわー、かかりやー、下がったかー。ネクスト、ネクスト、まだまだあるよ。今日はおるね、最上流も。貴重な一本バラした。まあなんちゅうの、ワンバイツーバイワンバラシって感じになるんか。そんな感じ。サンドウィッチから食べようかな。よいしょ。ああ、このボートの上で食べる朝ごはんはすごく贅沢ね。もうこれだけである意味ゴールを迎えてる。しかも今日はもうこの前にバイト取って、さらに一匹かけてバラしてるから、これ食べたらもう釣り上げれるよきっと。はい、ラットでいきます。
いや、それにしても見てこれ、この濁りすごいよね。見えんのバス、あのいつもの七色ダムでこんな汚いことあるっていう次元や。タナディもびっくりよほんまに。さっきめっちゃでかいの着とったやん。あ、おるおる。わあ、こや。ミニは来るよ、ミニは。さっきから左側と右側から来たもん。おるよ、ここらへん。女ついてきとったな。トラックでやってきます。じゃあダブルスイッシャーのプロットでやっていきます。
じゃあストライドで出てきます。もう最後よ、最後のルアーストライド。本当に水汚いな。はい、ストライダーで締めようと思いましたけど、ゴミが多すぎたんでちょっとジェリーで締めます。ここもラストポイントや。ここはあかんだな。はい、終わった。いやー厳しかったというか、朝一はまあまああれですね、朝一、まあ、西条流でジェリーミノにバイトもらって、まあ、その後ちょっと下ったところでアイビージャックで一匹かけたんですけども、ちょっとその手前っていうまあまあ寄ってきたところでバラしてしまい、まあそれ以降はね、まあチェイスは何回かあったかな。うん、まあチェイスはあったけど、結局まあ口を使うっていう感じのバスじゃなく釣れることはなかったですけども、まああとはこうボートで走るにしてもこうね、見てもらって分かるようにゴミが多くてすごく走りにくくて、まあ台風後はあんまりおすすめしないですね。普段の七色の方がやっぱいい気がします。本当ね、台風後のなんかいいタイミングに会えばまたねなんかあるんかもわからないですけど、まああの来た感想としてはこのすっげえ濁っとってあの走りにくくてあの本流ではなかなか勝負にならないっていうね感じでした。まあそんな感じでね、まあ本当ナイルダムも今日はね、まあどっちかというとこう台風後の状況見れたし、あのバイトもあって一匹かけて手前まで来たから、まあまあよかったんちゃうと思ってもらったらですね、ぜひグッドボタンを押していただいてですね、チャンネル登録もなお方はぜひチャンネル登録もしていただきまして、Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、そちらの方のフォローもしていただけたらなと思います。じゃあ皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。